つの間になっていたんだろう。君の一番でいたい僕にさ、予定も教えてくれなかった。夜に一人気づいてしまったんだ。あいつの間になっていたんだろう。君と話す夜が当たり前にさ、既読がつかないってことはさ、まあそういうことだって察しちゃうだろう。こんな恋はもうしないって決めたはずなのに、なんてこった追いすがってんだまた。あの子はお嫁さんになりたいんだってさ、ピカピカに掃除した部屋でさ、旦那さんの帰りを待ってさ、お帰りとハグをするようなさ。ところが一方僕の方はさ、今のところこんな小さな部屋でさ、やり捨てない夜をかき消すように歌ってる。ねえどう思う？きっと僕の方がもっと幸せにするのに、でも君と僕の幸せは違って、そこが問題なんです。だってあの子はお母さんになりたいんだってさ、愛情をたっぷり注いでさ、週末は旅行にでも行ってさ、老後は孫も可愛がれるようなさ。ところが一方僕の方はさ、未だにこの部屋にくすぶってさ、掴めそうで掴めない夢に手を伸ばしてる。笑えるだろう。君は僕の何で、僕は君のなんだ。そんな曖昧な関係に今ピリオドを打ちたいと思ってしまったから、でもあの子はお嫁さんになりたいんだってさ、ピカピカに掃除した部屋でさ、旦那さんの帰りを待ってさ、お帰りとハグをするようなさ。ところが一方僕の方はさ、今もこんな小さな部屋でさ、やるせない夜を塗りつぶすように歌ってる。それでもお嫁さんになってよ僕のさ、無理は承知の上でそこをなんとか、君のためなら何でもするからさ、この手をもう離したくないんだ。あいつの間になっていたんだろう。もはや何振りすら構えないほどにさ、わがままでエゴな思いが身を焦がしてる。君じゃなきゃダメなんだと。Da da 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 da